7月も終わろうとしている中、第1話が出揃った今年の7月クールの夏ドラマ。現在、テレビ各局は13から49歳のコア視聴率を最重要視しているが、今年は例年の夏ドラマに比べてコア視聴率に異変が生じているという。今回は、注目ドラマの第1話のコア視聴率を中心に、話題作を徹底分析する。1、2のうち1、堺雅人主演、VIVANT、TBSK、第1話、7月16日放送のコア視聴率、5.1%。まず、放送前最も注目を集めていた夏ドラマである、VIVANT が、元作は堺雅人、49、阿部寛、59、二階堂ふみ、28、松坂桃李、34、役所広司、67、といった、映画、連続主演クラスの豪華俳優陣が大結集。半沢直樹をはじめ、数多くの大ヒットドラマを手掛けてきた TBS の福沢克夫氏による原作、監督のオリジナルストーリーだ。舞台となる架空の国、バルカ共和国でのシーンを描くために行われた大規模なモンゴルロケ、謎が謎を呼ぶシナリオ、国際色豊かなキャスト。まるでハリウッド映画のようだともっぱらです。第1話は世帯視聴率 11.5%、関東地区、ビデオリサーチ調べと、事前のあまりに大きな期待に応えるほどの高い数字ではありませんでしたが、コア視聴率は 5.1% を記録。今、テレビ局がターゲットとしている若い視聴層の数字はしっかりと確保できています。また、公式は第3話、7月30日放送以降の展開に自信があるらしく、ついに、本当の冒険物語の幕を開けると銘打ったスペシャルムービーを公式 YouTube チャンネルに投稿しています。ドラマ制作会社関係者、以下同、日本のタブーとも言える、自衛隊の別班の話や、物語のきっかけとなった、1億ドル誤送金事件の真犯人を探す展開は、半沢直樹のような企業ドラマの雰囲気になることが期待されており、今後ますます目が離せないドラマである。霊園ミステリーが、VIVANT を追う。また、第3話の予告では、視聴者人気が高く、TBS 前の赤坂サカスで撮影会まで開かれた阿部が演じる警視庁高阿部の野崎森の協力者ドラム、富坂ドラムも劇中で来日して餅料理を満喫している様子が公開されているほか、主要キャストとして紹介されていたのに未登場だった松坂がようやく姿を現したことから、ドラム日本にも来ていますね。活躍が楽しみです。ドラムくん日本にも一緒に来るようで嬉しい。で、松坂桃李いつになったら出るん？と思ってたら、最後の方でやっと出てきた、そうそうたるメンバーの中えらい重役出勤やな。日本に舞台を移す感じだから、もしかしてドラムの出番はなくなるのか、と気がついて焦ったが、まだ出るみたいでよかった。と、大いに注目を集めている。そして、そんな、VIVANT を猛追しそうな話題作があるという、中村道也主演、ハヤブサ消防団、テレビ朝日系、第1話。7月13日放送のコア視聴率 2.2%。 ハヤブサ消防団は半沢直樹でおなじみの池井戸潤氏原作の中村道也36主演の田園ミステリードラマ。元作は田舎の消防団に入った小説家の主人公が連続放火事件やソーラーパネルの利権などの事件に遭遇し奮闘する様が描かれる。第1話のコア視聴率はVIVANT と比べるとかなり寂しいものに感じられるのだが、今後の伸びしろに期待できる前出の制作会社関係者というのだ。第1話のコア視聴率は低めですが、初回の世帯視聴率は 10.5% と高かった。テレ朝のドラマはシニア層が多く見ており、高い世帯視聴率の割にコアが低めなことがままあります。元作も第1話時点ではそうなりそうかと思われてましたが、第2話、20日放送のコア視聴率は 2.6% へとアップした。連ドラで初回より数字が上がるというのは、初回で視聴者をつかみ、作品が面白いとなっていないとありえない。ハヤブサ消防団は、テレ朝ドラマ、若い人は見ないという流れを打破できるかもしれません。1話完結ではなく、ラストに、次が気になる、と思わせる作りであること、主演が圧倒的な女性人気を誇る中村であることも、若い層の視聴者を取り込めている要因だろう。トリリオンゲーム、急落は、TBS も想定内。また、登場人物の多くが善良に見える一方で、裏がありそうな描写もあり、
はやぶさ消防団想像以上に面白い。続き気になる。最初は田舎に癒されていく作家の物語かと思ったら、何これミステリー?サスペンス?ホラー?ガンニバル?続きが気になる系のドラマ増やしたくないけど、見る。これ、はやぶさ消防団思ってた感じと違ってめちゃくちゃ面白い。続きが気になる。みんな怪しく見えて困る。という熱い声が、SNS にも多く寄せられている。スノーマン・メグロハス主演、トリリオンゲーム、TBS 系、第1話、7月14日放送のコア視聴率、3.6%。ビッグコミックステリオール、小学館で連載中の同名漫画を原作とするのが、トリリオンゲーム。世界一のわがまま男、ハルが成り上がっていくビジネスドラマで、スノーマンのメグロハス、26、にとっては、初の連ドラ主演作でもある。スノーマンの冠番組、それスノーマンにやらせてくださいの放送直後の枠であることも、視聴率アップに貢献したでしょう。コア視聴率 3.6% と上々のスタートを切りました。昨年10月クールの、サイレント、フジテレビ系で、令和のキムタクとして話題を集めた目黒さんですが、従来の温厚で誠実なイメージとは誠逆の豪快な春を公演していて、評判は上々。良いスタートダッシュを切ることに成功しましたね。第1話は世帯視聴率も 7.4% と高成績だったが、第2話、21日放送が世帯 5.6%、コア 2.2% と大きく数字を落としてしまっていた。面白いのに視聴率が伸びてないと嘆く声もあるが、これについて、やむを得ない理由があるんですと、前室の制作会社関係者は話す。21日の夜は、トリリオンゲームの裏、金曜ロードショー。日本テレビ系でスタジオジブリのもののけ姫が放送されていた。これが世帯視聴率 12.6%、コア視聴率 8.6% というとんでもない数字を叩き出していて、トリリオンゲームに限らず他局はとても太刀打ちできなかったんです。コア視聴率は普通、日曜日の大人気バラエティ番組、世界の果てまで行って急。日本テレビ系を除けば、基本的に 6% を超えることはありませんからね。TBS の制作サイドも、トリリオンゲームの第2話の視聴率が伸びないことは想定していたはずです。もののけ姫は強すぎますよ。今年の夏ドラマに起きている異変とは、トリリオンゲームはシナリオや、目黒以外も相棒役の佐野優斗、25、ヒロイン兼ライバル役の今田美桜、26、後輩役の福本莉子、22、2位、ベテラン枠の吉川浩二、57、それぞれ魅力的な役者が濃いキャラを演じていることもあり、第3話以降は盛り返すと思われる。役者目黒ハスも従来の役の殻を破り覚醒した、と第2話の時点で高評価されており、役者としての審査会近いタクしてますね。楽しみすぎます。なんか軽やかな目黒ハスで初めて見るな。こんな喋りまくるやつ。うね、やっぱ主演男子の背がでかいのいいね映える。花男の、潤い、松本潤は、スマイルなど、小栗くん、小栗旬はボンビーメンなどで役者としての幅を見せためメモサイレントから1年も経たずしてトリリオンゲーム。せっかく出来上がったイメージ、しばらくは壊さずという選択もあったはずだけど、やはり賞賛があったんだな。という声が多く寄せられている。本来、夏は行楽シーズンのためみんな街に遊びに行って家におらず、夏ドラマは冬ドラマに比べると全体的に数字が低くなると言われています。しかし、今年は VIVANT を筆頭にコア視聴率が高い作品がいくつもあります。VIVANT が良い例ですが、役者にこれまでと違うイメージの役をやらせたトリリオンゲームやテレ朝ドラマの王道である相棒やドクター X と違って連続性のあるストーリー構成のはやぶさ消防団など、今期は挑戦的、意欲的な作品が多い。現状、コア視聴率ではVIVANT の独走状態ですが、それに負けず劣らずポテンシャルを秘めた作品が多い印象を受けます。暑すぎる今年の夏は、家にいて面白いドラマを見よう、そういう人も多そうですよね。VIVANT、一興のように見えて、他ドラマも評価を高めている今年の夏ドラマ。これから本格的な夏休みシーズンに突入していく。過去を含めて最強と言えそうな、VIVANT を倒す作品は出てくるか。画像、やだ、こっち見てる、VIVANT を追う、はやぶさ消防団、中村道也、クールにも程がある、超イケメン眼差し。ドラマには、
面白いという高評価が飛んでいる。日本での映像も、重厚感のある格作りをしていることが予告映像で察せられる。